はい、シフト。はい、じゃあ加速からセーフティーいきます。なんかやっか、CVD って良くなってきたね。そうですね。一時もう俺めちゃくちゃ CVD 批判しまくってたけど、はい、みんな耐えてたんだな。はい、Mモード。ポルシェジャガーのもはや消費税で買えるスイフトですけど、やっぱり日本の強みはこういうところにあるのかなと思いました。まあ、100万ちょっとの車ですけど、まあ、本当にサスペンションもしなやかで、CVT もこなれてきて、もう散々ここ20年ぐらい CVT の悪口言いまくってたんだけど、やっぱりみんなエンジニアはこう耐えてたんだなという気がしますね。私のこう厳しい批判に。でやっぱ物が良くなってきたので、最近はもうそのシングルクラッチだったらもう CVT の方がいいんじゃないかなと思うようになってきました。スバルはディーゼルもターボも全部、チェーン型 CVT だし、アウディも FF 系は CVT だし、まあ、ヨーロッパでもあのトヨタの IQ がイタリア帯でも CVT が好まれてるっていうのを聞くと、まあ、CVT は本当に今まで大嫌いで、なんだこれはみたいな感じだったんですけど、本当に最近良くなってきたので、N エンジンと CVT の組み合わせで派手さはないんですけど、本当にこうスムーズにあの走ることができます。実際の加速データ取ると0100キロ11秒台なので、全然速くもないし、なんか驚きもアドレナリンも出ないんだけど、まあ、普通のこうファミリーカーとして見るんだったら、まあ、十分なスムーズさと加速性能持ってるし、ブレーキはもう本当にガツンとこう効いて、まあ、いざという時に頼りになるなっていう、車との、まあ、信頼感を増すことができる、しっかりしたブレーキですね。はい、S。はい。加速性能は意外にスイフトの方がちょっと速いかもわかんないですね。まあ、細かくまだデータ処理ができてないんですけど、まあ、ほとんど同じような加速性能です。スイフトで気になったのは
加速していく時の CVT が少しまあプーリーがこう変わりながらギア比が変わって、無段変速していくんですけど、途中で少しこの、変速の段階でこうわなわなするところがあるんですけど、エンジン回転がファワワワっていうところがスイフトはちょっと気になったんですね。で、急にブレーキ踏んだ時にやっぱすぐにギアが下に戻ってこないというのも、まあ、ちょっと CVT の古さは確かに あったし、こっちは CVT が加速減速に対してすごく応答性がいいので、まあ、実用的にはこっちの CVT の方が完成度高いのかなという感じがします。加速性能はしかしほとんど一緒で、ブレーキもまあほとんど一緒です。フィット効くんですけど、やっぱり ABS のガガガっていうアクチュエーターの音がかなり聞こえるので、この辺の音はもうそろそろちょっと抑えてほしいなっていう感じがします。